ナッティ・ナイドハートは、カナダの女子プロレスラー。アルバータ州カルガリー出身。近年は、ナタリアのリングネームで WWE に所属している。ハートファミリーの出身で、祖父は、スチュハート、父は、ジム・ナイドハートという三代目プロレスラーである。カナダのプロレス名門ハートファミリーに生まれ、ハート家の地下にある、ハートダンジョンでトレーニングを重ねる。2003年には、 1999年に復活したスタンピードレスリングで活動を始めた。2004年には自らの技術向上のためイギリスの団体に参加し、2005年にはエイタスやネオ女子プロレスなど日本のリングにも登場。その後はカナダへ戻り、活動を続けた。2007年に WWE と契約し、DSW に所属。その後、FCW へ移動。 FCW では、いとこのハリー・スミスや、テディ・ハートと共に活動した。2008年4月にスマックダウンに初登場。ビクトリアと共にディーバコンテストに乱入し、ミシェル・マクール、チェリーを襲撃する。この時点ではまだ蘇生は不明で、謎の女性とされていた。翌週、ビクトリアによって、名前は、ナタリア・ナイドハートで、ジム・ナイドハートの娘であると、明らかにされた。 以後は、ビクトリアとのコンビで、ミシェル・マクールチェリーと構想を開始。6月には、スマックダウン GM のビッキー・ゲレロにより、ディーバーズ王座が新設されることとなり、その王座挑戦資格を勝ち取るが、同年のグレート・アメリカン・バッシュで、ミシェル・マクールに敗退、初代ディーバーズ王者を逃した。2009年2月から、スマックダウン所属ながら、主に ECW で活動するようになる。 ECW では、タイソン・キッドと共に、ヒールとして活動し、4月の追加ドラフトにより正式に ECW に移籍。その後同じく ECW に移籍してきたデビッド・ハート・スミスを加え、ハート・ダイナスティを結成する。6月のトレードで、キッド、スミスと共に再び、スマックダウンへ移籍し、クライムタイムと構想を展開した。デビュー当時からヒールとして活動していたが、 2010年のレッスルマニア26のブレッドハートとビンスマックマホンの一戦をきっかけにフェンスターンする。その後追加ドラフトによりキッドスミスと共に RAW へ移籍。9月から統一ディーバーズ王座を巡りレークールと構想。その頃からシングルプレイヤーとしての活動が多くなり、11月15日にはキッドとスミスの仲間割れが原因でハートダイナスティは解散となった。 11月21日のサバイバーシリーズの2対1のハンディキャップマッチ形式の統一ディーバーズ王座戦で勝利し初の王座を獲得した。2011年8月に再びヒールターンしその後はベスフェニックスとディーバーズオブドゥームを結成したが自身は不調となり徐々にベスに見放されていく。その後 DOD が自然消滅。 ベビーターンし、グレート、カリと恋人ギミックとなり、ホーンスワグルも携えて、行動を共にし活躍。2013年、キットと婚約すると、カリとホーンスワグルとのコンビを解散。2014年、キットと行動を共にすることが増える。2017年8月20日、サマースラム2017にて、WWE スマックダウン女子王座を保持する、ナオミに挑戦。 終盤に、ナオミから、スライオーミッションを仕掛けられるが切り返して、シャープシューターを極める。しかし、脱出されて、スプリットレッグムーンサルトを膝を立ててガードすると再度、シャープシューターで極め、ギブアップを奪い勝利。ベルトをダッシュした。シャープシューター現在のフィニッシャー。時折そのまま後方に倒れて、ブリッジを作るほどの角度をつける。ローリングラリアと以前は、 フィニッシャーとして使用していた。担ぎ上げて、落とすまでの時間が長く、担ぎながら、スクワットもする。WWE 統一、D バズ王座 WWE スマックダウン女子王座、WWE。ありがとうございます。